嵐、二宮和成、俳優の今井隆文、高畑修太、ただしが17日、大阪市内で映画、アナログ、公開中大碑、とこれへ舞台挨拶を行った。二宮は、大阪で舞台挨拶が、約10年ぶりで、今日も久しぶりに新幹線に乗りました。新大阪駅に着いたら、景は昔と変わっていなくて、すごく懐かしく、あり新鮮でしたと感謝を伝えた。 満員の客席、大使、二宮は、大阪の皆さんは元気、元気大阪イコール元っていうのも嫌ですよね。かっこ笑いというもアた、り。先週まで関西で舞台をしていた今井は、第にいる時に、大阪舞台挨拶の登壇の話、聞きました。まさか続けてくることになると、すごく、ご縁を感じています。と喜んだ。大阪と、って、何は男子。 藤原上一郎や宮川大輔がバスル大阪支社のシーンの話題になると、2は、何は男子の宮川大輔くんとは、と切りで、宮川さんとは、赤目高の時からご一緒し、いたので、どんな現場なのかもわかっていて、ドリブもいっぱい入れてくれたんですけど、3ご覧の通り、全カットです。と、まさかの棒。高畑監督も、 本当に一個もないです。かっこ笑い。場はすごく盛り上がって面白かったのです。関東チームとのバランスが難しかったので、としましたと裏話を披露した。高畑館、作品はカットがかかるまでやり続けるので、や、大輔さんや、上一郎も本当にやり続けたん。すが、大阪パートはすごい勢いでカットされ、下値という。二宮が、間を大事にしていて、 うつつ、でのやりとりをそのまま反映して編集しなら撮っていた作品なので、撮影の中盤の時点、監督に差しを聞くと、すでに4時間ありました。こ、ままじゃとんでもない長さになるので、ツバ、バイカれちゃいますよねと向けると、いまいかは、切りすぎていなくなっちゃった人いないですかと、質問が飛び、高畑監督は、ぎりぎり、いないですねと笑いながら、 現場で楽しくて投げてみるのですが、やっぱり、悟るとみゆきのを見たいなと思って切るしかないです。ねと理解を求めた。一方、撮影は、東京都内で主、行われ、二宮は、この作品は、東京のど真ん中で影していたので、もし東京に遊びに来る際は、ケジを訪れてみてください。東京にいるだけで、ここが、あのシーンだったんだ。となると思い、つとアピール。 今井は、パンフレットをご購入、いただければすべて載っていますので、と呼びか、た、また、リピート鑑賞に向けた、おすすめっぽい、とのトークでは、二宮が、実は、オフィスでのつまみ、が、全体のクランクインの日でしたと語り、今、は、あの日、撮影のない藤原くんが来てました、ね。しかも二野さんより早い時間にいて、交番、にも載っていないし、え、 とびっくりしました。明かしていた。今作は、ビートたけしが70歳にし、初めて書き下ろした恋愛小説を実写化。二宮、自ル主人公の悟ると、春演じる形態を持たな、謎めいた、女性、みゆき。二人の恋愛を通じて、子、仲を経た今だからこそ実感する会うこと、大切さ、いつの時代も変わらない愛の原点を、く